おはようございます、えー、10月21日2021年10月21日午前8時58分です。さて、えー、言語「日本鎮西三浦進む安定委小冊仏部大正大仏の」の「天なるものは聖なり」これはまあどういうふうに 読むかとということですね天なるものは聖なりさて、えー、図で説明すると、まあ、ここに「天」ってありますね「天なるものは聖である」これこの天札の「天」ではありません小札仏部大将大仏ですからあのこちらですね小札こちらなんです。 ここちちららからこっちを見るんですよそれで小札仏部にあの小物と大仏だって大仏というのは、まあ、ここにあるものなんですけどこれ小物地球上から見えますのでねあのまあリンクを張ってるということですね自信家信の関係ですそしてあの時空観論に関しましては、えー 小冊物部時間空間論に関してはどちらを選びましょうかこういう図でだいたいわかるようには書いてますのでね「天なるものは聖なりこ,ここです天は入れる」えー「中は変化を入れる場所ですフィールドです「えー、空」は「中はあの その変化するもの物体物質を入れる場ですこれもフィールドですねでその変化させる主体が真ですね変化の主体ですね芯は単位なし芯は単位はありませんねあの植物の芯動物の芯鳥の芯牛の芯馬の芯みんなそれはあのその胴体があってですね 初めてその活動性が分かるんです物質がなければあのその活動性は分かりませんそれで「真、えー、は体なし体を物においてロスと書いてるんですね「えー、天なるものは聖なり宇宙ですから聖ですね字を形にし小位にす、えー」ちょっとクリックするとですねこうすると、えー、ここで出ますね。 字を拳にし、書を意にする。ここを言ってるんですね。辞書昆虫図。こういう図が頭にポッと浮かばないとあの読めない。しかしながら、これ、リンクを貼ればいいんですよ。この文のこの辺でもね。リンクを貼って、ポッとこれが出る。これクリックしたら、ポッとこっちに行くとかね。そういうふうなあのリンク付けをすれば、まあ、家臣ネットワークを作ればなんてことはないんです。えー でまあコンコンというのはひたひたと流れて移る時間がどこかに移るんじゃなくて移すということなんです変化せしめる場ですね通じるこれが縦川の流れみたいですねこれはあの済む往々として塞がる宇宙空間全体も「お」ですえこれはまあ充足するということですね「い」。 いわあの川の両岸みたいなもんで、それ自体は動きません。あの物なるものはそなり、心は経に通じ。まあ、こういう語法が江戸時代にはあって、まあ心経という言葉があの作られたんですよね。 神経という言葉はあの中国の解剖学昔の解剖学では筋となっていますですからこれを一瞬筋肉とと間違えるることがあるんです「す金」筋と書いてるけど「えー、筋肉と思って読んでいたらこれは「金」ではないと、まあ、左右14対とか書いているんでそれは神経のことだと分かった。 筋なんですよねそれでまあ「神経という語をた確か杉田玄白が作ったんですよねまあす臓とかもそうです杉田玄白が作ったんです、えー、それで「仏なるものはそうなりと」と、まあ、この中におるものですよね「神は経緯に通じ仏は絵に塞がる「神は胎なし胎を仏においている。例えばえ鳥、ー、類この画像 これはあの鳥の活動性って分かりますよねなんか餌でしょうねしかしこの鳥の活動性がこの鳥の姿なしにあの見えるかというと見えませんね活動性が違うんですよねそれは心は体なしです体を物においてロスですねあれは鳥だとかあれは牛だとかわかるのはこ,このその体が 会ってて初めて分かるんですよね仏はがありそれがこの真のことですね。主を真において表すここをもって天地は仏にして律す天心を気にして貸すこの点はカテゴリーのことでこの点を論じるのが、ね、さっき見たこのカテゴリーを論じるのがうんーここですね。 えー、天,この天なんですよまあ天地は仏にしてす、天心は木にして貸すまあここでは「真と書いてますけど、えー、こ,ここは「木仏」の対で書いてますけど神仏の対にしてもいいですよねどちらでもよいです。まあ天心と書いたんでここで「真の語を使ったから同じ語を2回使いたくないんですよ梅園先生は「で木」にして貸すという。 でここで一期一物の対を作ってるんですよね。これがまあ言語の誤報で,ですね。気にしてすここを言っている。これが1万2,862行でこれが、えー、12, 1万2,861行なのでまあこの数字にまあこの文にこの数字でもいいですよねリンクしてクリックしたらポッとここに飛べるとか。 この語をクリックしたらこの文が出るとかすれば読み取りやすいですよね。でそれにまあ現代語訳をつけておけばですね。えー、天地は大なり変を立てて一を全数天地は大なり変を立てて一を全数えー、っと。「天球の星」って出しましょうか。 天地は大なり変というのは要するにあの天の赤道を基準にして2つに割れるでしょうそういうことを言ってるんです「変を立てて一応全数」「天の南極北極とかに分けますよね天の南半球北半球あの地球も一緒ですね南半球北半球に分けられる」 それで2つが合わさって1になるから1の善にしてなる2の変にして立つ変は西愚を律すと西愚を律す、えー、なるもの,あの要するに南半球北半球とか、まあ、東西南北とかあのそういうものはこの2つに分けられて初めて成り立つと。 で2つに分ければそれをあの南半球北半球に分けてこのこっちを緯線で分けてそしてあのこの全体が成り立つんですよねおそらくそういうことを言っているいちいちは陰運そ,それはあの陰的運動陽的運動だから光ったり、まあ、暗かったり太陽のように恒星のように光ったりそれがの闇の闇は陰いいですよね。 まあ、昼をもたらしたり夜をもたらしたりでまあ四季の変化をもたらしてそして、えー、春になれば草木が芽吹き、えー、動物も、まあ、冬眠している動物は目を覚ましいですよねあのそういうのを「かす」っていうんですよね「えー、昭和第二三度」これは生物のことですねこの昭はこの昭 第二三図だから大仏を論じないわけにいかない,ないんですよね。あの要するに天仏天地は仏にして理数なんだけどこの天仏の縮小形としてあの動植物もあるわけですよ。だから小さいものを論じるのにこの小物 を論じるのに大仏を論じないわけにはいかない。なぜかというと、勝負は大仏のバリエーションだからということです。紡績して三途。これはあのバイナリーツリーで2つ2つ2つに分けて、どこまでも分けていって。具体的な古物に至ってまあ,あ自然界全体にえまあ散開している散っているわけですね。 まあこういうものの中には天空の星々も入ります。えー、これ衰退ですけど、大体の方がいいと思います。これどうして追体と読んだかというと、まあすぐに弁証法っていう人が多かったんで、大体の方がいいんですよ。まあ、ペアという意味でとってもいいんですけどね。まあ、どちらでもいいです。高橋昌也先生は大体と呼んでました。五郎丸久志先生は衰退。 ついと呼んでましたけど私は弁証法とすぐにあの簡単にポンと脊髄反射的にそれは弁証法だという頭が凍結された人がもうあんまり多かったんでついたいってしたんですついたいしてグース退退してグース。それはもう南半球北半球は退退してグーしてますね。とさんありといえどもしかも同じく物をなすなりこういうのはとですね。 大きいものすべている全体をねすべてはこのな中にあるわけですから産じるものはあの地球上の動植物とかねこれうう全部産じているんです地球地球表面にいっぱいいますからねしかも天球の中心にあるんですしかも同じく物をなすのに要するに物であることにおいては一緒でしょうとまあ、太陽であれ地球であれこういう動物であれ一匹の蟻であれですよ こういうものであってもね仏であると仏なるものは天地なりと絶対天地がありますよと天地なきものはなしですねミミズ1匹でもそうです、えー、天地はあえて仏はよく全体。りミミズ1匹でもそうですどんなちっちゃな虫1匹でもそうですどんな微生物でもそうです 天地愛得て仏よく善たり、ここをもって小なるものは台の含むところといえども小さいものはありますよね、天宮の中のどこかに。しかも、おのおの天地を全す、おのおの天地を善しています。例えば えと微生物ちょうどマイクが前にありますので打ちづらいんですけど微生物この微生物だと天地を打つ、まあまあ、休憩ですね、まあ、天球のように丸いですねどんなものであってもですよあんまり気持ちよくないですかど、ね、おのおの天地を打つ気持ちよくないけれどもこれはまあその人間の感覚ですからね本人たちにとっては全然問題がないですこれちっちゃいからいいんですよね 大きいいと気持ち悪いですねねやっぱ、ね、結構まあ可愛くなるかもしれないちゃんと天地があるんです頭と尻尾がねだから天地があるんです、えー、同じく皮脂の胸を張る天球であってもこれ一匹であっても皮脂の精油を張る当下である草子の生物論がこういうところであの生きてるんですよね変わらんと変わらんじゃないかと。 そううでしょうねそれ天地は体にしてなる消失は正にしてなる消失っていうのは以前申し上げましたね消っ、えー、こういうのはねそうあの小なんですよね少々っていうのはこういうあの 天空にあるものを小っていうんですよね質っていうのは地球に近いものを室って言うんですよねまあ天文気象現象の総称であるというのが高橋説ですねその通りだと思います聖語は変を犯す大仏は一を全す神は化して要す物は立して対ず。天は外を干すここですね天字は内容を運すこの中ですねこういう時は展示図を見るとね 天は外を干す字はないを運すこの中で気,の気象現象とか起きてますからね雲がこう回ったりしてるでこれはあの地札没部の図ですから地球を書いていません非物質領域ですからね地札没部は物質界の非物質領域だから物質である地球は書いてないそういうふうに読んでいくとですねもう14分になりましたから終わりますけどあの 先ほどのこの大仏の隠しは前回のここに来たわけです難しくないでしょでこうやって研究できる環境はもう作っていますのでねでこういうのをこうやってクリックすると、まあ、こんなことですよねあそこまで抽象化するともう人工衛星の軌道に違いんですねあのちょっと大豚仏に人工衛星の軌道 こういう軌道にもう近いんですよね。まあ、月の軌道とかね。人工衛星の軌道。ぐるぐる回ってますね。もう展示図はこれに近いです。だから、決してあの地球中心で考えちゃてるから、全近代的だとか、そんな問題ではありません。あのバーゲン、おそらくニュートンを知ってたんですよ。出島経由ですね。これをまあ、明治維新政府がずっと隠したんですよね。 それはまあいろんな歴史的事情がありますからそれはそれでいいです。まあ、隠したことが悪いと言ってんじゃないんですよ。これから発掘すればいいんです。えー、ではこれで終わります。